次に予算を大臣に伺います。鳩山前総理が平成14年から21年にかけて母親から12億円を超える巨額の子ども手当を受けていたということで、遅ればせながら贈与税約6億1000万円分の納付をしたのですが、悪質性がないということで平成14年と15年の2年分約1億3000万円が時効により、除斥期間というのが正確かと思いますが、鳩山前総理のもとに還付されたとのことであります。真面目に毎年税金を納めたら戻ってくるはずのないお金がまんまと鳩山前総理の懐に入ったことになるわけです。大臣は昨年2月12日の予算委員会で前総理を平成の脱税王だと批判されましたが、どう思われますか。平成に入ってからこんなに多額の税金を脱税した人はいないんですよ。まさに平成の脱税王なんですよ。予算を変わる大臣。そのようにお呼びいたしましたことは事実でありますが、鳩山幸夫前総理に対しては税務当局が厳格に税の執行を行ったと思いますし、また還付があったかどうかというのは私は知りませんけれども、それについても厳密な税法の解釈を行った上でのことだと考えております。柴山君、それで納得されるんですか。あなたはこの日の同じ委員会質問で、民間の方だったら十何億も贈与を受けていて、ああ知りませんでしたなんと言ったらすぐに告発されて逮捕起訴、少なくとも1年以上2年か3年刑務所行くんですよ。総理大臣だけ特別扱いしていいわけではないんだと追及されたんですよ。いかがですか。予算の大臣。野党ですからそのぐらいの迫力でものを言わなきゃいけないと思ってました。自分が質問をした言葉に立場が変われば責任を持たない、これが今の予算の大臣の体質であります。大臣、これは私の提案ですけれども、国がこれだけの借金を抱えているときに本人がわざわざ払うと言って申し出た額は納められるようにすることを考えるべきですし、コンピューターのシステム上、時効期間を延ばすということもぜひ検討してほしいと思うんですが、いかがでしょうか。これは野田財務大臣。委員のご指摘は報道を前提にお話をされているというふうに思います。鳩山元総理が後から贈与税払ったとか還付があったとか個別の案件については私どもはお話をする立場ではございませんという前提で議論を進めていただきたいというふうに思います。すみません、野田さん、その時効を延ばすとかそういう話について個人じゃなしに個々じゃなし一般論でそのお話をするには大きなテーマだと思います。柴山さん、ぜひご検討ください。また予算の大臣はこの質疑の中で鳩山前総理の資金管理団体である友愛政経懇和会への偽装寄付問題を追及し、当時の菅財務大臣に偽装寄付で税の還付を受けた人がいるかどうか調べてください、別に名前は必要ないですよ、今は国税庁のコンピューターもよくできているからボタン2つ3つ押せばバッと出てくると質問されています。野田大臣と連携してこの調査を行っていただけますか。予算の大臣。日本の税務署というのはなかなか厳しい役所でして、政治家であろうとも現職の総理大臣であろうとも税務の執行については極めて厳正であると私はいつも思っております。従いまして、鳩山さんのケースも国税当局は厳正に税務執行を行ったと、私は推定をしております。柴山君。私は失望いたしました。予算大臣、鳩山前総理はご自分の刑事裁判が終われば、失礼、秘書のですね、刑事裁判が終われば国会に一見記録を提出すると明言しておきながら、いまだ約束を果たしておられません。私たちが要求した関係者の証人喚問もまだ実現していません。総理と連携してこの実現に向けて汗をかいてくださいますか。予算の大臣。これは国会と、鳩山前総理との関係でございまして、私どもは行政側にいる人間が、汗をかいてもどうしようもないことだと私は思っております。柴山君。失望いたしました。前原大臣に続いての質問をお伺いいたします。前原大臣、私が今手元に持っているのは月刊誌中央公論の平成20年7月号のコピーです。与謝野大臣と前原大臣の対談記事が載っています。この中で前原大臣はその前年に実施された前々回の参議院選挙のマニフェストで、農家への個別所得保障など主要政策の経費が15.3 兆円と試算されていることに加えて、道路特定財源のガソリン税暫定税率を廃止するなど、これに加えて新たな政策を加えると18兆円かかるとした上で、行政改革だけで捻出するのは絶対無理だ、マニフェストをまとめるとき当時の政策責任者たちの間では最後まで財源の根拠が希薄だとの難色が示されたと聞いているが、最後は小沢さんのエイヤだったと実態を暴露しています。また前原大臣はこうもこの中でおっしゃっています。民主党が最もしてはならないのは、国民に対して耳障りのいいことばかり言っておいて、仮に政権を取ったときにやっぱりできませんという事態を招くこと、すぐに自民党に政権が返る、最悪だ、ご記憶ですか。前原外務大臣。覚えております。柴山君。さすが前原大臣、藤井官房副長官と違ってよくご記憶だったと思います。そしてこの参院選のマニフェストが基本的に一昨年の総選挙につながったわけですから、菅総理、これは選挙をやる前から先ほど無知だという話がありましたけれども、決して無知ではない。民主党がマニフェストの実施が無理だと分かっていたということの証明です。そして藤井副長官、もう一度記憶をたぐっていただきたいんですけれども、大蔵省 OB で財務大臣を務めたあなたも一昨年の総選挙前7月7日の民主党常任幹事会で、財源にはそこまで触れなくていいんだ、どうにもならなかったらごめんなさいと言えばいいじゃないかと述べておられたと報道されています。違いますか。藤井博久内閣官房副長官。ごめんなさいという言葉はマスコミさんが作った言葉です。私はそういうことに対しては謙虚に反省しなきゃいかんということを申し上げただけです。柴山君。いずれにせよこの事態はどうぞ。いずれにせよこの事態はですね、小沢さんのみならず民主党全体の責任であります。今の政権に正当性は全く認められないということを申し上げさせていただき、前原大臣に次の質問をさせていただきます。前原大臣、先ほど前原大臣は同僚の稲田議員に対して北朝鮮問題についてお話をされました。大臣は今年1月4日の記者会見で、対北朝鮮外交について、拉致問題という日本の主権に関わる問題もあるので、6カ国協議や多国間の場のみで北朝鮮問題を扱うのではなく、拉致・核・ミサイル問題を直にしっかりと2国間で話ができる状況を作り出すことが大事だと述べられ、11日の会見や15日の訪問先の韓国でも同様の発言を繰り返しておられます。これに対して北朝鮮側は、例えば国営朝鮮情報通信が関係発展に合致する肯定的な動きだと関係する報道をしていますが、繰り返しになりますが、大臣は本当に北朝鮮との2国間対話が諸案件の解決につながるという見通しを持っておられるのですか。前原外務大臣。2つのことを申し上げたいと思います。1つは、現実に2002年、そしてその後に小泉元総理が訪朝されて、拉致被害者が帰ってこられたと。政治が直接動いた中で、拉致被害者が帰ってこられたのは、これはもう事実であります。また、拉致問題がまだ全面的に解決されていない中で、やはり政府が主体的に動くということは、これは拉致被害者のご家族の方々も願っておられることではないかというふうに思っております。ただ、その前提としてですね、やはり我々独自でやることには限りがあります。情報も含めて。また、北朝鮮の分断作戦に乗ってはいけない。そういう意味において、日本、韓国、アメリカとの連携というものはしっかりと取るということと、そしてやはり今一番この問題について、被害を受けて敏感になっているのは韓国です。去年ヨンピョン道への攻撃、そしてまた長男の撃沈、こういうものにおいて被害を受けたのは当事者は韓国でありますので、韓国との話がまず先行されると、南北の議論が先行されるということの中で、我々は直接の対話というのももちろん設けていきたいと思いますけれども、とにかくこの日米韓、そしてロシアや中国との連携をしっかり取っていく中で、問題解決のために取り組んでまいりたい、そう考えております。柴山君。くれぐれも日本が突出して日米韓の結束を乱すようなことをすることは避けてくださいと、前原大臣に重ねてお願いさせていただいて、私の質問を終わります。ありがとうございました。これにて石原君、石破君、鴨下君、野田君、塩崎君、甘利君、稲田君、柴山君の質疑が終了いたしました。次回は明2日午前9時から委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。